したね。ミオタが届きました。黒いディープシーだね。黒いディープシーの依頼品、ミオタへの交換、ミオタ8215への交換、バック機能付き OK。 当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。ミオタが届きました。黒いディープシーだね。黒いディープシーの依頼品、ミオタへの交換。いやー、ミオタはやっぱね好きよ。うん、整備性がいいから、なんつったって整備性がいい。必ずこのミオタの付属されているスペーサー、使ってくださいね。そう、ミオタへ換装する場合の注意点としましては、まず1個目、スペーサーですね。文字盤とのそのスペーサー、これをまあもともと2813でしたので、2813用のものがついてますが、これが違います。文字盤のスペーサーがちょっと形が違います。形が違うというか、切り欠きが多いんですよ。ミオタ 821A は切り欠きが多いので、そちらを必ず使用しましょう。このスペーサーをつけないとカレンダーがうまく作動しなかったりします。必ず装着してください。そして必ずこのミオタに同封されていたものを使いましょう。切り欠きの数が違います。突起があるんですよね。ムーブメント1は突起があるんです。ミオタの場合必ずこれにね、うまい具合にはまりますから。よし、文字盤を止めるこのビスも装着します。これも同封されてきますのでね。ちょっとまあホコリが多かったもんで、ちょっとホコリを除去していきましょう。ホコリだけの場合、このハケがいいです。シュッシュしながらこのハケで持ってホコリを飛ばしてあげましょう。まあ、ざっくりですね、ざっくりこのホコリを飛ばした後に、まあ、拭くなりしてもいいですが、拭く作業はあまりしない方がいい。本当に汚れがこびりついている場合だけ拭きますが、それ以外はこのハケの方がいいですね。そう、そしたらね、いつも通りの作業、針を乗せていきます。針は2813と汎用性がありますので、2813用のそのまま使えます。ミオタは2813が使えます。必ず12時ですね、12時きっちり日送りされた時にですね、針を装着していきましょう。最初は仮止めします。そしてきっちりとね、12時で切り替わった時に本押しをしていきます。この時必ず文字盤との接触を注意してください。そしてインデックスがこう当たる場合がありますので、その当たり干渉等をチェックしていきましょう。そしたらね、長針をつけていきます。で、まあ、針を何回も外すもので、外すっていうか、まあ、外すのは1回なんですけど、1回でも外しちゃうと、意外とこのかしめって弱くなります。かなり弱くなったりしますので、そういった場合、まあ、最悪の場合は針の交換ということになりますが、そうじゃなかったらかしめを少し強めてあげたりとかっていう方法もありますが、弱いなと思った場合は、まあ、針交換、そしてかしめの強め方、強めるっていうのをやってあげないと、ちょっとね、針がすぐ外れたりしますので、そこが注意が必要です。さすが見応えですね。ブレはない。だからいいんですよ。2813よりやはり見応えが完全にいいですから、もし見応えを装着できるのであれば、見応えをおすすめしております。やはり見応えがいいですね。では最後ですね、両親を乗せていきましょう。で、見応えの場合、このね、リューズ、このマキシンでもって時刻を合わせた時に、ちょっとね、癖なのか分かりませんが、ちょっとね、一緒にこう動くっていうのかな、秒針がちょっと動く場合もあります。そういった個体、癖なのかもしれないですけどね、これも少し若干動きました。ちょっと動く場合があるんですよ。秒針がちょっと一緒に共回りでもないですけど、少し動くっていうのかな、そういった場合が見受けられますね。そう、この時もね、針の干渉、ほら、ちょっと動いたでしょ。ちょっとね、一緒に動きたがる傾向にあるんですよね。そう、必ず針の干渉チェックはいたしましょう。干渉がなければケースに戻していきます。で、ケースの汚れがひどい場合はこの時にケースも洗っちゃいましょう。そしたらね、ホコリの混入がないかどうか、必ずチェックします。このホコリの混入、すごく目立ちます。黒い文字盤だと特に目立つので注意していきましょう。そしたらマキシンの加工に入ります。マキシンは2813のものは入りません。使えません。なので、もともとついていた、ほら、リューズですね。この2813のマキシンについていたリューズを少しずつ外します。抜くときは、優しく、こう、一気に抜いちゃわない。少しずつ、少しずつ、そして戻す。少しずつ、少しずつ、そして戻す。少しずつ、少しずつ、そして戻す。これを繰り返してください。意外とこのリューズのこのねじ込みロック、バカになるときがあります。マキシンからリューズがすんなり外れる場合もありますが、大概硬いです。硬い時に無理に回すとマキシン根元から折ります。これすごく注意してください。硬い。意外と硬い。あ、硬い硬い硬い。硬いわ。緩めて戻して緩めて戻して、これを繰り返していきましょう。一気に抜こうとするとやはりね、マキシンを折ったりで、ねじ込みロックですね、ねじ込みロックスプリングが入ってますので、そこをねこうバカにしちゃう時があります。ダメにしちゃう場合もありますので、緩めてはまた締め込んで、緩めてはまた締め込んで、少しずつ少しずつ緩めていくんです。そうすれば抜けてきますね。ああ、抜けてきましたね。抜けてきました。すんなり抜ける場合もあるんだけどね。抜けた。では、マキシンは2本ですね。同封されております。ムーブメントにもともとついていたもの、そして長さをカットして使えるもの、この2本が同封されています。まずはこのもともとついていたもの、こちらにリューズをつけて装着できればそのまま使えますが、それをまず試してみます。これでいければいいな。いけねえわな。ガス食べそう。これでいける場合もあるんですが、ディープシーの場合かなりケースが大型なため、多分長さが足りない感じだろうなと思っておりました。案の定そうですね。長さが足りないとねじ込みロックされちゃうんです。ダメだった。足りぬ。長さが足りぬ。長さ足りないんだよね、これね。そんな時はね、もう一本同封されていたカットして使うタイプですね。カットして使うタイプの方を使います。そちらの方がね長いので、長い方を使います。で、最初からカットしちゃわないでください。まずはリューズとマキシンをセットします。そしてどれぐらいの長さが必要なのか、必ずムーブメントにセットすることが必要になります。必ずセットしてどれぐらいの長さをカットすればいいのかを確認しましょう。そう、マキシンは2本ね同封されておりますので、ほらまあ大体長さがちょっとね、長い方がカットして使うタイプになりますのでね。まずそのまま装着します。そのまま装着して、で、ムーブメントにセットします。そうするとほら、やっぱりね、2、3ミリ長いですね。まだ2、3ミリだったらカットはね、短い方です。少しやはりねじ込みロックの部分を考えて、まあ、3ミリぐらいはやった方がいいですね。で、3ミリとかになりますと、ニッパーでのカットが難しくなります。切りすぎちゃう場合がありますので、もう2、3ミリのカットってなった場合は、もうリューターで削っていきます。そこで長さを調整します。削った場合ですが、研ぎ粉が発生します。その研ぎ粉をきちんと除去しておきましょう。研ぎ粉がムーブメントに入ると厄介ですのでね、必ず洗ったり、パーツ狂いなりシューって洗ったりしてもいいんですけどね、必ず研ぎ粉の処理をしておきます。そしたら再び装着していきましょう。セットしていきます。ミオタの場合ですね、このマキシンをこう刺すところ、刺すときですね、ものすごい楽です。スッと入ってくれますんで。すっごくんと入ってくれますんで、ものすごくセットしやすいです。うん、大丈夫そうですね。大丈夫そうです。そしたら、ムーブメントをセットすれば完成ですね。スペーサーをセットして完成です。で、スペーサーですね。このケースのスペーサーは裏表ありますので注意してください。いいですね。いやー、いいな、ミオタは。よし。ミオタへの感想依頼ということでね、まあもともと動かなかった、動きが悪かった、まあ、ムーブメント交換だったんですが、2H13の入っていたディープ C ですね、それに、まあ、ミオタを入れ替えということで。で、まあ、ミオタに入れ替えする場合ですね、こういったまあ注意点というか、何点かあるんですけど、2813とミオタ 821A、8215、必ずスペーサーが付属されています。その文字盤のスペーサーですね、その文字盤のスペーサーをミオタ用に入れ替えてください。要は突起があるんですよ。ムーブメントに突起があるもんで、もともとの2813のスペーサーを使うと、その突起が邪魔をして文字盤が浮いてしまう。なので、そういったことが起きますので、必ずスペーサーはミオタのものを同封されてます。同封されてますので、それをつけてください。で、今回はマキシンですね。ミオタ、まあ、今回2813、互換性があるミオタですから、ミオタのマキシンは使えません。なので、ミオタの、2813のマキシンはミオタには入らないんです。なので、同封されてきた、2本同封されています。もともとマキシンがムーブメントに刺さっているもので、カットして使うものがまた別に同封されてますので、まあ、最近のね、まあ、ちょっと大型のこのケースであれば、この、最初からマキシンに刺さっているこのカットできないタイプっていうんですかね、カットできないタイプがマキシンにムーブメントに刺さってるんですけど、それを流通を入れ替えれば結構入るのが多いんですが、ディープシー何より大型ケースです。なのでやはりちょっと足りませんでした。長さが足りないんだね。前枚を手巻きしていくと締まっていく。今ねじ込みロックが効いてない分、ねじ込みロックを外すとピーって出るんですけど、それが足りないから、こう手巻きしてるとどんどんねじ込みロックされてしまう。なので足りないんですよ。長さが足りないのでカットしていくタイプをつけました。で、カットするんですが、やっぱり大型ですね。2、3ミリぐらいしかカットする幅がなかったんですよ。2、3ミリとなるとニッパーでカットしたところでかなり大きく切ってしまう可能性も大きいです。なのでこういった場合は、これはリューターでもって削り落とすんですよ。削るんです。削れば少しずつ短くなっていきますから、長い分には調整できます。切りすぎたってことには対処できませんので、必ずこの少しずつ、こういった少ない時ですね、2、3ミリの場合はこう削り落とした方がいいです。これがまあコツっていうか、まあ、勝手に俺がやってることですけどねちょっとその辺注意してください。何分切りすぎると対処できなくなりますからね。で、あとはまあ今回はそういったところの注意点でしたね。やっぱりね、ミオタに乾燥する場合、まあシングルカレンダーっていうし、普通シングルカレンダーなんですけど、2813はダブルカレンダーっていうタイプもあるんですよ。要はカレンダーが少し小さいんですよ。カレンダーの上にカレンダーを載せてるようなイメージを取ってもらえればいいです。そういった文字盤がちょっと文字盤のカレンダーの窓がちょっと内側に来るもんで、そういった場合はミオタは入らないです。入るんだけどカレンダーがずれる。まあそれにまあカレンダーを貼ればいいんですけど、カレンダーを貼ると動きが悪くなるので、せっかくのミオタの動きが悪くなる。だからあまりお勧めはしないんですが、普通のタイプ、要は普通のシングルカレンダーですね。そういったタイプの場合はミオタがいいですよと言ってミオタをお勧めしております。だからまあいいのはそうだよね。いいのはやっぱりさ、要はロレックスのそのコピーだから似せるために、オリジナルに似せるために窓を内側にしてるんだよね。そういったものがやっぱり使われてる場合は、ちょっとミオタに乾燥するのは、あまり芳しくない。そういった風に作ってないからね、ミオタはね。ミオタはそういった風に作られてないよね。だからまあシングルカレンダーって、まあ、普通シングルなんだけど、こうやってカレンダーを貼るっていうと、やっぱりね、まあ、そうやって作ってる、そうやってこう、ま、カレンダーを貼ってる、ね、ムーブメントもあるんですけどね、そのデザインによって、書いてる時計のデザインによってそういったこともするんですけど、したりするんですけど、ちょっとやっぱりいかんせん動きが悪くなったりするのでね、あまりおすすめはしてないんですが、普通のタイプはこうやってミオタがおすすめです。やっぱりいや全然やっぱりね違うよ。やっぱりね全然違います、ミオタはねやっぱりすごくいい。ミオタしかり、ね、NH35 しかり中華製のムーブメントとはもう比較にならないぐらいいいですから、もう触ってて分かります。めっちゃいいなと思います。マキシンもカチンって入りますね。本当にいいんですよ。めっちゃいいんですよ。まあ、ぜひね、チャレンジしてみてください。ってことでね、なんか訳も分からず喋ってしまいましたが、こういった日々の作業はね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもよろしくお願いします。修理依頼もね、インスタ、ツイッター、そちらにメッセージ飛ばしてください。いかんせん、まあ、ありがたいことにかなりの修理依頼をいただいております。かなりね、待ってもらっている形になりますので、メッセージ飛ばして、こちらから返事を返すまでしばらく待っててください。いかんせんちょっと多いもんでお待ちください。いやありがたい、本当にありがたいね。ということでね、こういったねやっぱり依頼がたくさんあります。こうやってネタもたくさん増えてきます。いろいろやっぱりね伝えきれないこと、編集できないものもありますが、いろいろこう全部ね思っていること、作業していること、作業で気づいたことね、これを見てれば自分もできるっていう風なぐらいまでこちらからもねこのアウトプットをしていきますんで、ぜひまた。よろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。